どうも皆さん、おはこんばんちわわ、大高実況のだいちゃんです。本日もゴリラオンラインをやっていきたいと思います。というわけでね、こちらのアップデートの情報を少し見ていきたいと思うんですけど、キングゴリラちゃん実装されました。ギアが実装されました。ゴリラレベルの廃止ね、いろいろあります。トロピカルちゃんのね、あの元の能力の変更とか、バイオニックちゃんね、はい、そう、今日僕が注目したいのはこちら、バイオニックゴリラとかバイオニックゴリラクアンタム、こちらのゴリラちゃん巨大化をまあね、まあ取り上げられたというか、基本スキルからは省かれました。で、限定的、まあ街か、ラボのマップで初めから巨大化が発動するというギアを手に入れました。はい、というわけでね、巨大化が募集されたというわけで、まあ巨大化できるね、基本の能力で巨大化できるゴリラちゃんが、まあ、クイーンとあとパンダちゃん、ぐらいかな、どうだろう、ちょっとパッと今思いついたのはそう2体なんだけど、まあ巨大化がね没収されてしまいました。というわけでね、巨大化が弱体化されたと思ってなんです。はい、いえ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 、かなりやばいことになってます。はい、というのもですね、まあ巨大化ができるキャラクターゴリラがかなり増えております。それがね、まあイエティちゃんだったりとか、まあこれはギアですね、ギアを使って、まあイエティちゃんの第一スキルが巨大化になると。で、スペースゴリラに限ってはギアの装備によって初めから巨大化します。はい、最強でね、サメも第一スキル、第二スキルだったっけな、で巨大化できるっていうようなギアを手に入れました。だから実質巨大化時代です。マジでかなり巨大化しております、皆さん。でね、バイオニックゴリラクアンタムで、バイオニックの説明でね、バイオニックゴリラと同じ理由です。大きいっていいことばかりじゃないよねみたいな感じで言ってるんですけど、そう言ってる割にめちゃめちゃ巨大化させるよねっていう僕はそう思いましたね、うん、めちゃみんな巨大化させるじゃん。で、今回はその巨大化を手に入れたゴリラちゃんを使っていきたいと思うんですけど、まあ、今までのゴリラの巨大化よりでかくなってます。はい、かなりでかいでかくなってるって言ってんだけど、まあ当たり判定とかはね、すごく同じままっていう話なんですけど、なんか見た目でかすぎて本当かよ、信じられないぐらいでかい、マジでマジででかいでね、その巨大な中でもクイーンゴリラちゃんがかなり猛威を振るってるっていう、まあ、なぜかというと、このクイーンズラッシュっていうギア、これが最強らしいです。はい、なぜかというとね、まあ物を破壊するたびに短時間強化状態になると。はい、うん、言ってる意味わかるか、物が壊れる、まあね、障害物が壊れるごとに無敵ができるわけよ。この子巨大化第2スキルで持ってます。はい、巨大化したらまあ強い本当にね、この子いたらもう無理、マジで無理、本当に何もできない。だからめちゃめちゃね、今現環境クイーンゴリラちゃんが猛威を振るっております。なるほどね、ゴールデンゴリラちゃん最強って言いましたけど、あのクイーンが最強ですね使ってみてよかったけど、クイーン最強です。はい、もう皆さんね、クイーンゴリラちゃんね、すごく最強だということがね、分かってると思うんで、今回はね、それ以外の巨大化を手に入れたキャラクターをね、主に使っていきたいと思います。特にこのサメちゃんなんかはわりかし面白い性能、巨大化しながらめちゃめちゃ速いっていうのはめっちゃ脅威だからね、正直これもぶっ壊れてると思います。とりあえずサメちゃんやっていきましょう。風雅さん、ゴリラさん、ザワさん、よろしくお願いいたします。はい、サンマちゃんですね。ですね、この環境ですね、まあ、サバイバーめちゃめちゃ不利な環境になっております。まあなぜかというと、無敵化を使えるゴリラが、かなり増えてしまった。これによってですね、無敵化を使えるサバイバー、ほとんど無力ですね。で、早速巨大化していきましょう。なので、正直、無敵化より、隠密とか、こういったサンバちゃんの無敵ではなく、これちょっと上登った方がいいかな。あー、壊れちゃうんだよね。ちょっとなんか、本当に当たり判定あれなのっていうぐらい、変わってないのっていうぐらいさ、やばいんだけど、これ紫だよな、多分。紫ですね。これ紫いきます。うわ、でもなー、これ、あ、ちょ、ほら、取ってさ、ほら、通れないんだけど、何これ。おかしいよ、ゴリオンさん。
え、ゴリオンさんおかしいよこれねえほらこれおかしいよ、バグってるよこのゲームマジで言ってんのこれどうでしょうね、やられちゃいそうですね、あれですね多分。これ届くかな、ほっ、あーちょっと距離足んねえわ、ごめん負けたわ、あざした調整早くしてもらっていいっすかはい、ゴエルさん、ゴリラさん、メスゴリラさん、よろしくお願いしますなんかね、いろいろバグ多いんすよ。なんかまあこんだけ大掛かりなねアップデートがなったんで、決まったんで、まあそうだねそういうバグもね多いのは仕方ないと思うんだけど、ちょっとありえないバグというかちょっと許容しきれない、これやばいね、いけるかな、あざした、なんか許容しきれないねバグが多すぎて、ちょっとねちょっとこれ世間は許しちゃクリアせんよまあね、こういう環境も正直面白いです、やっぱりバグっておもろくないよくスーパーマリオ64とかのさ RTA とか、最近僕 RTA にハマってるんですけど、あれバグが面白いですよねやっぱりまあ今のゲームなかなかねバグっていうのは、まあ、本当に成功にできてますから、バグっていうのがねあまりないので、逆にこういうバグがあるっていうのがすごく楽しい個人的にはね。でとりあえずどこ行ったんでしょうね。まあ、このね巨大化することによってね、やっぱりなんつうんでしょう、バナナか、バナナの方をね取得しやすくなりますんで、かなりねいい動きができると思います。これどこ行ったんだろうね、ちょっと沼っぽくねえか。そうですね、探知持ちがサイコちゃんぐらいかな、ちょっと特定してほしいですね。まあでも沼殴っていきましょうか。なんか今いなかった、あーあれかガードレールか、いないかな、ここいないね、オッケーオッケーオッケー。まあでもね、デカさを利用して視界もねかなり良くなるんで、デカさを利用してちょっと索敵をしていこうかなと思います。そうだね、いないねけどすごいよねこれマジで、この威圧感といったらもうとんでもないぞこんなサメのスキル持っててこんなやつに追いかけられたら俺マジでもう試合放棄したいんだけど。だってさ、正直これ見つかったら終わりだもんね。あ、出した、ナイスナイス、はい、よろしくお願いいたします。というわけでね、もうそうだね、正直巨大化したら、巨大化してまあ第3スキルまで解放したらマジで見つかったらもう終わりですね。なぜかというとサバイバーがまあなんつうんでしょうね、まっすぐな動きしかできなくなるっていうのが、まずそれが強い。まあ、巨大化ね、自体がマジで強いんで、これ黄色が来てるな。あー、ちょっとごめんなさい。青ですね。ごめんなさい。とりあえずバナナ回収しながら、まだ青いますね。あー、みんなこっち来るか。なるほど。ごめんね。俺の指示が悪かったですね。これ赤いってますね。とりあえずバナナ回収して、スピード上げましょう。レックスちゃんはね巨大化するとかなりスピードが速くなっちゃうんで、これはどうしようかな、赤いってもらおうかな、赤いってもらおうかな、こ普通に青いからとか、青ですね。まあでもこれ俺が追いかけましょうかね。そうだね、3解放したんでこれ俺が追いかけた方がいいっすね。青いってますよ、確かそっちにいたよね。黄色いってますよ、はい、赤いってますよー。ほい、強いね、もう強い巨大化、マジで巨大化時代です。はい、はい、風みやびさん、お寿司さん、源太さん、よろしくお願いいたします。さっきは負けたからね、今度は勝たせていただきますよ。正直ね、まあ僕巨大化のゴリラってあんまり使ったことなかったんですよ。なぜかというと動きがかなりもっさりしてしまうので、あまり好きじゃなかったっていう、スピード感がやっぱりね欲しいんですよね。これでも終わるんじゃないですか、さすがに。なんで、え、どういうこと、透明化だよね、いる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 、
怖い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 、どこ行った？え、これどこ行った？いるよね。え、なにこれ、無限に透明化？またそういうバグ？何それ、無限に透明化バグ？え、違う、なにこれ、あといるじゃん、どういうこと？いやもうなんかごめんなさい、今のちょっと分身か、今の分身ちゃんかな、もしかして。これでももう袋のネズミですね。まあ焼きゴリちゃんがどうにかしてくれるでしょう。ちょ緑、ごめん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 、俺の指示が悪かった、ごめん、見えてなかったか、すいません、先取りすぎた。ただこれも届くんです。巨大化してるおかげでね、パンチの範囲もね、多分広がってる、かなり強い。だから足の巨大化、足の巨大化が、サメちゃんで、パンチの巨大化がイエティちゃんみたいな感じで、なんか役割分担ができてるから、かなりね、なんか面白い。やっぱり種族値が違うっていうのがね、やっぱ赤ですね、これすごい、なんかやっぱり楽しいよね。緑かさすがに。あ、ちょっとムーブミスったかな、これ青じゃねえか、俺ミスったな。行くとしたらこれ俺青だな。あ、マジ、あ、緑じゃったな。うわー、見えてなかったわ。ちょっとねー、ゴリラ側のムーブがかなり下手くそですね、僕。最近気づきました。最近僕ゴリラ下手くそだなって思いました。丸。ゴリラ下手くそだな、丸。これは黄色かな？黄色来てますね。これ舐めてもらっちゃ困りますよ。紫かな、これ。もう一体どこ行ったんだろう、あの縮小のキャラが、あ、紫行ったんすね。あ、でも、あ、なんだこれ、いけるぞこれ多分。黄色来てる、これは勝ちましたね。無敵化使われなければ。どうして止まってる、もしかしてハマった、もしかしてそこハマった。あー、うまいですねこの人。ただメタルちゃんもそっち、あ、メタルちゃんメタルちゃん、ほら開けてあげるよピチメタルちゃん、ちっちゃくなるからだよちっちゃくなるからいけないのよ。これ赤ですね。あ、下降りてもらって、そうですね、いいんじゃないこれ、詰められたんじゃないですか。まあ一応念のため、ナイス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 、オッケーオッケーオッケー。ほら見て、もうクイーンばっか見たでしょ今、クイーンしかいねえんよ今の環境ただね、正直言わせてもらうと、マジで爽快感ありすぎて、クイーンしかやる気が起きんマジで、あ、ごめんなさい、なんか被っちゃいましたね、すいません。マジでね、この子はバカいかれた機能してますね。正直俺こいつが相手でサバイバーしたくないもんぶっちゃけね。まあこれもね、ただね、一言言わせてもらうと、初動が遅いというか、まあ巨大化しないとなかなかそのスキルというのが発動しづらいわけではないですけどね。ナイスでした、あだした。皇帝さん、爬虫類生、ゴリコさん、よろしくお願いします。この人すげえな、こんなランク低いのに全部ゴリラ開いてんのえ、何それ、普通に怖いんですけど。まあでもね、こうやってもう壊し、あー、ごめんなさいね、壊しながら、無敵化使えばいいと思うんですけど、その間ねバナナが取れなくなっちゃうんですよね。だからそれがちょっと、まあ、ってところかな。まあそこまで強かったらね、ちょっと厳しいですからね、本当にサバイバー側。でもまあ一回巨大化しちゃえばマジでもう止まらないんで、あ、これ上行ってんな、最悪だわ。いやー、これ、これ赤だな。いや、上にいんだよな、これ。赤だ、これ、赤。お願いします、赤行ってください。これね、レックスちゃんの、あ、いい、ナイス、それクソナイスだ。じゃあ、俺がこっち向かえばもう勝ちですね。ナイス、ナイス、ナイス。オーケー、ナイスでーす。いいね。いいぞ。まあね、クイーンちゃん、まあ、巨大化のキャラの中では、
正直この子が一番強いですね。まあなんだろうな、このクイーンズラッシュっていう能力、まあ、次回の調整でちょっとどうにかしてほしいんですけど、これをなんだろう、第3スキルぐらいに置いてくれればだいぶなんつうんでしょう、いい調整というかだいぶ動きやすくなりますね。なぜかというと第3スキルまで開けれるのがまず難しいことなんで、そのぐらいの調整していただければすごくありがたいかなと思っております。僕はいるねいるねいるね、よしよし、これ見つけたらもうこっちのもんよ。ただちょっと障害物壊しすぎたな、これ障害物なくてやばいんですけど逆に。え、見えない見えない見えない、やべえ、これうまいことやられる、やべえ障害物ない、うまなるほど、こういう動きですね。やっぱりまあクイーンちゃんの弱いところは障害物を全部壊しちゃうと無敵化できない、これがね弱いかなと僕は思ってます。これチャンスですね、はい、これで学びました。だからどっちかっていうとやっぱりゴールデンちゃん最強だなって僕は思ってる。やっぱりなぜかというと障害物なくても自分でっかでかすぎでしょこのスタート画面のこの圧迫感最強よなマジで。でこのさ巨大化と壁ボムのこの互換性の悪さまあ俺が壁ボムにしてるのが悪いんか、いや壁ボムじゃねえや、あの壁生成だ、壁生成本当に巨大化と壁生成の相性の悪さ異常でしょこのスタートする前のボシューって音いいね、なんか面白いでも初めから巨大化できるって相当強いぞ。だってさ、サバイバーには与えられてない権利を平然と与えられてるからね。だってスタートからさ、どうした、どこ行った、スタートからスキル使ってるようなもんだからね。バナカンとか、バナカンのアイテム使ってないのになんかバナカンのアイテム使ってるみたいな、そんな感じ。やばくない、超強いと思うんだけど。さっきそっち行ったよな、わかんねえ、どこ行ったか、多分緑だと思うんだけど、行くしかないか俺は。これやべ、わかんねえわかんねえわかんねえ、あれこっちいなかった今、やべ見失った。あ、探知俺持ってるんだ、そう忘れてた、そうだわ。スペースゴリラちゃんのいいところは探知があるところですね。黄色だな、あ、いる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 、いた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 、黄色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 、みんな黄色だ、みんな黄色来てくれ、黄色来てくれ頼む、黄色だよみんな。どうなんだ、でもこれ本物なのか、え、本物なのかこれ、偽物っぽくねえか、こうすればいいんか、オッケー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 、どうした、なんでみんな、何、お茶してる、もしかして、もしかしてお茶してました、ごめんなさいあ、出した。というわけでね、超巨大化時代が参りました。本当にね、あの巨大化はねだいぶ面白いです。やっぱり障害物をどん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 投げ倒していく感じとか、やっぱりゴリラらしいというか、ゴリラってやっぱさ強くあるべきじゃん、はい、それがねなんか巨大化によってねだいぶね補填されてるような気がしますね。いや特に巨大すぎだろでかすぎだよちょっと普通にサバイバー見失うんでやめてもらっていいですかあとなんかコイン毎日めっちゃもらえるんですけど、これもバグですか。あの前まで毎日1日1回のログインボーナスだったんですけど、なんか1日にめちゃくちゃもらえるんですけど、何なんですかこれちょっといろいろバグなのか分かんないことが多いんで、早く梅さんどうにかしてください、よろしくお願いします。というわけでね、巨大化の方をピックアップしてまいりましたけど、あの皆さんにもねこの巨大化のね、ほんと足に関してはサメ、パンチに関してはイエティちゃん、己が最強なのがクイーンちゃんみたいなね、巨大化にもねなんか個性が出てきてね、すごく楽しいゲームとなっておりますんで、皆さんねぜひゴリオン離れてた方ね復帰してみてはいかがでしょうか。本当に面白いぞ今の時代。まあゴリラ時代なんでね、だいぶサバ戦の方はねだいぶ苦しんでらっしゃると思うんですけど、逆にね
まあ前が勝てすぎてたっていうのがちょっと問題かなって思ってます。はい。だってさ、みんな普通に考えてさ、3体のゴリラだからさ、人間がさ逃げられるはずないでしょ。そういうことなんですわ。うん、これリアルだから。みんなあれでしょ、ゲームだと思ってるでしょ。俺いつもサバイバーで殴られてる時、あのゴリラに殴られた痛み感じてるから、マジで本当に死ぬ思いして俺ゴリラオンラインやってるから、ね、皆さんゲームだと思って勘違いしないで。あ、ごめんなさい、普通にゲームです。さあせん。というわけでね、皆さんまたお会いしましょう。じゃあの。